危なかったな。やっと戻ってきやがった、龍馬。あの、武市先生、もしかして婚人が？ああ、以前からお前らにはよく話して聞かせている俺の唯一無二の兄弟分であり、土佐最強の剣士、坂本龍馬だ。これが土佐勤王とか。お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃないか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやっさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ？筆頭？ほいたらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか？
おい、見たか？俺がお前を最近こうさ、いいんだよ、それが土佐藩。まあ、そう。15年前だ。まあ上司、あの時だが、俺だが、あの日、ああら、とさ、襲撃ろ、そのそうや、あ、ガチが、なるほど、黒船が始め、変わらなければな、多分それもそうだ。ん？どうした？きっといや、だがピス病龍馬だが、たとえずサインだから、俺はどせお前お先ああ、そうか、一緒に行かないか。そんなに大っぴらに会って大丈夫なのか。なーに、高知城まで行けば親さんの謹慎が招き入れてくれる手はずになった。それじゃ、わしはいつでも戦う。また竹地先生のところへ撤収したんだ。おお、若元、俺の新人で相手も最高。いらっしゃいませ。ほっほー、ありがとうございました。Yeah!
まだ今度。わしじゃ、シートの炎上。あなた様、